南北戦争、南北戦争、南北戦争は1861年から1865年にかけてアメリカ合衆国の北部諸州とアメリカ連合国を称した南部諸州との間で行われた内戦である。奴隷性存続を主張するアメリカ南部諸州のうち11州が合衆国を脱退、アメリカ連合国を結成し合衆国に留まった。 北部23州との間で戦争となった。この戦争では、史上初めて近代的な機械技術が主戦力として投入された。英語のシビルウォーは内戦を意味する語だが、アメリカでは独立後に内戦があったのはこの時だけなので、ユタ戦争など内乱と呼ぶべきものはいくつかある。アメリカ国内では通常これに定冠詞をつけ、大文字にしてザ・シビルウォーと表記する。 アメリカ以外の国では、自国の内戦と区別するため国名を冠して、アメリカンシビルウォーと表記する南北戦争のネミングを参照。当時、南部と北部との経済、社会、政治的な相違が拡大していた。南部では農業中心のプランテーション経済が盛んで特に、免花をヨーロッパに輸出していた。プランテーション経済は、黒人奴隷の労働により支えられていた。 そして農園所有者が実質的に南部を支配していた。南部の綿花栽培の急速な発展は英国綿工業の発展に伴って増大した綿花需要に追うもので英国を中心とした自由貿易圏に属することが南部の利益だったため南部は自由貿易を望んでいた。それに比べ北部では米英戦争1812年から1814年による 英国工業製品の途絶で帰って急速な工業化が進展しており、新たな流動的労働力を必要とし、奴隷制とは相入れなかった。また、欧州製の工業製品よりも競争力を優位に保つために保護貿易が求められていた。その結果、奴隷制に対する態度と貿易に対する態度の両方で意見をことにしてい北部の自由州、奴隷制を認めないという自由。 奴隷衆に対する概念的呼び方と南部の奴隷衆の対立が相激化した。しかもこの対立はアメリカ合衆国が思わぬ方法でその領土を拡張してまったことからより深刻になってしまう。それは財政難に陥ったフランス、ナポレオン一世からルイジアナテリトリーを購入、ルイジアナ買収したこととメキシコから 独立したテキサス共和国とカリフォルニア共和国をアメリカ合国に加えたことである。このことは、それまで上院で保たれていた自由州派、北部と奴隷州派、南部の均衡が崩れることを意味した。この時、カリフォルニア州を自由州として、ニューメキシコ準州、ユタ準州については州に昇格する際に住民、自らが奴隷州か自由州かを決定すること、 人民主権となった。この協定によって南部は奴隷州が少数派となること、すなわち自由州側の方が上院議員数が多くなることに危機感を抱いた。ちなみに開戦の時点で北部の人口は約2200万、南部の人口は約900万だったとされる。しかも南部の子の人口は約400万もいた奴隷の人口を含めての数字である。 こうした対立は徐々に先鋭化していき、1857年以降になるとアメリカはドレッド・スコット対サンフォード事件の判決、カンザス・ネブラスカ法、ジョン・ブラウンによるハーパーズ・フェリ襲撃事件といった問題が立て続きに起こり、南北の対立はもはや鎮静化が不可能な地点にまで達していた。北部では奴隷制に反対する新政党である。 共和党が急速に支持を拡大し、一方与党である民主党は、北部と南部の対立が激化して、党が南北に割れる事態となっていた。1860年11月の大統領選挙では、奴隷制が争点の一つになり、奴隷制の拡大に反対していた、共和党のエイブラハムリンカーンが当選した。この時点では、奴隷は個人の私有財産であることもあり、 林間自身は奴隷制廃止を宣言していなかったが、南部では不安が広がった。同年12月にはサウスカロライナ州が早くも合衆国からの脱退を宣言。翌1861年2月までにミシシッピ州、フロリダ州、アラバマ州、ジョージア州、ルイジアナ州、テキサス州も合衆国からの脱退を宣言した。 2月4日にはこの7州が参加したアメリカ連合国を結成、首都をアラバマ州モンゴメリーにおき、ジェファーソン・デイビスが暫定大統領に指名された同年11月に行われた選挙で正式に当選している。3月4日にリンカーンが大統領に就任すると4月12日に南軍が合衆国のサムター要塞を砲撃して先端が 開かれたサムター要塞の戦い。リンカーンは合衆国に残ったすべての州に、サムター要塞などの奪回を呼びかけ、軍事的な協力を要請した。しかしこれは連合国への軍事対決を意味し、この時未だ合衆国に残っていた、奴隷州を強く刺激した。こうして5月までに、バージニア州、アーカンソー州、テネシー州、ノースカロライナ州も連合国に合流した。 バージニア州はアメリカ有数の有力州であり、この時連合国の首都もモンゴメリーからバージニア州のリッチモンドへと移された。ただし、奴隷州でもデラウェア州、ケンタッキー州、メリーランド州、ミズーリ州、それにバージニア州の西部、あとにバージニア州から独立してウェストバージニア州となるは合衆,合衆国に残ったこれらの奴隷州への対応に、 リンンカーン大統領は、非常に苦慮するる。こととなる4月19日には、リンカーン大統領が南部海岸線の海上封鎖を宣言した。この封鎖は大西洋岸からメキシコ湾岸まで徐々に広がり、南部経済を締め付けていった。経済学者によっては、海上封鎖はアメリカ海軍の勝利であり、戦争そのものに勝利する主要要因となったとしている。 南北戦争が勃発した時点では、北部も南部も戦争の準備は全くできていなかった。合衆国陸軍に所属していた将兵は一万六千人程度であり、武器も米北戦争時の旧式のものを使用しているだけでった。また、合衆国海軍も将兵七千六百名と船舶四十二隻程度しか保有していなかった。しかし、それに対して南部は、 正規軍と呼べるような兵力は保有しておらず、海軍も存在しなかった。大半の将兵は合衆国軍に残ったが、士官のうち313名が職を辞して、南部連合軍に参加した。この中には後に、南軍の将軍として、有名になるロバート・イーリーや、ストーンウォール・ジャクソン、ジョセフ・ジョンストン、それに、PGT ・ボーリガードなども加わっており、 南北戦争を長引かせる一つの要因となった。海戦時に北部が優位であった点、海戦時に南部が優位であった点、南北戦争は広大な地域で戦われたが、主な戦線としては、東海岸の東部戦線と、アパラチア山脈異生の西部戦線とに、対別することができる。そして、南北戦争の最も主要な戦線であり、規模の大きな戦闘が繰り返し起こったのは、 東部戦線の方だった。これは東海岸の方が開発が進んでおり人口も多かった上北部のワシントン南部のリッチモンドの領主とも東部に位置していたためである。さらにこの領主とは直線距離でわずか 160km ほどしか離れておらず、両都市間に険しい山岳などの障害になる地形も少なかった。北部のワシントンなどはポトマック川を挟んで 南部領と隣接している状態であり、自然と領軍ともに相手の首都を目指し進撃することがかった。こうして、この領都市間の狭い土地で激しい戦いが多く、繰り広げられることとなった。当初リンカーン大統領が動員した戦力は7万5千人、兵役期間は3ヶ月と短期間で早期に決着がつくと考えていたと言われている。しかし、 南北の最初の本格的な軍事衝突となった1861年7月の北軍のバージニアへの侵攻は、第一次ブルランの戦い、第一次マナサスの戦い、7月21日での南軍の頑強な抵抗の前に頓挫し、戦争の長期化は避けられない情勢となった。1862年3月、ジョージ・マクリラン率いるポトマック軍が、 リッチモンドの南東に上陸し、5月にはリッチモンドに肉薄するところまで進行した。しかし7日間の戦い、6月25日から7月1日で、南軍のロバート・イーリー率いる北バージニア軍に大損害を与えたものの、現有戦力での攻略は無理と見て退却した。連動して、ジョン・ポープ率いるバージニア軍もバージニアへ進行するが、第二次ブルランの戦い、 8月28日から8月30日、デリーに敗北した。戦勝の勢いでリーは、メリーランドへの侵攻を試みるが、アンティータムの戦い、9月17日の結果、交代を強いられた。選挙が持ち直したのを見た大統領リンカーンは、同年9月、奴隷解放宣言を発した、本宣言は、翌1863年1月。この頃からリンカーンは、 奴隷制に対する戦いを大議名分として全面に押し出すようにり、その成果もあって連合国がイギリスやフランスから援助を受けようとする努力は失敗に終わった。1863年、リーは再度の北部侵攻に出たが、ゲティスバーグの戦い、7月1日から7月3日の末、再び交代を強いられた。7月13日、ニューヨーク徴兵暴動。 11月19日、ゲティスバーグの戦いにおける戦没者のための国立墓地権の式典において、リンカーン大統領が言ったのが、ゲティスバーグ演説として知られる有名な演説である。一進一退の状況が続いた東部戦線とは異なり、西部戦線では終始北軍が優勢に戦いを進めた。ケンタッキー州が合衆国残留を決めたため、 防御に適したオハヨ側を防衛戦とすることができず、そのはるか南に戦線を置かざるを得なかった。西部戦線での最初の戦闘は、1861年8月10日に、ミズーリ州、スプリングフィールド近くで北軍と、南軍側のミズーリ州兵との間で起こった、ウィルソンズクリークの戦いである。この戦いで、南軍は勝利したもののミズーリ州を制圧することは、できず、 ミズーリ・ケンタッキー領州は同様はあったものの、北部側に留まり続けることとなった。西部戦線での大きな転機となったのは、1862年2月に起きたドネルソン・トリデの戦いである。この戦いで北軍のユリシーズ・グラントは、南軍の大部隊を降伏させ、北軍はナッシュビルをはじめとするテネシー州全域へと進行した。4月の社医療の戦いで、 北軍は再び勝利し、ミシシッピ側の要衝であるメンフィスを占領した。一方、合衆国海軍は、正海権を握っているメキシコ湾からの侵攻を試み、1862年4月29日には、ニューオーリンズの戦いにおいて、南部最大の都市であるニューオーリンズを陥落させた。こうした北軍の攻勢に対し、南軍は未まだ支配下にあるテネシー州東部のノックスビルから、 北方のケンタッキー州への進行を試みたが、この進行作戦は、ペリービルの戦い、10月8日と、ストーンズバーの戦い、12月31日から1863年1月2日によって失敗した。グラントは1862年10月には、テネシー軍を率いるようになり、以後この戦線において、さらに重要な役割を果たすようになる。 北軍優勢の中でミシシッピ川沿いには南軍側のビックスバーグ要塞が未だ残存しており南部の東西を結びつける唯一の要衝となっていた。しかしグラントはビックスバーグの戦い5月18日から7月4日で同要塞を攻略し、これによって北部はミシシッピ側の支配権を確保するとともに南軍を完全に東西に分断することに成功した。 さらにグラントはテネシー州東部へと進撃し、チャタヌーガの戦い、11月23日から25日の勝利で南部の中心地帯への進行路を開いた。この戦争は北部南部ともに社会に大きな変化をもたらした。南部は中央集権的な北部に対し集権主義を掲げて、 放棄したはずであったが、北部との戦争を遂行する上で集権化は避けられず、連合国政府と一部の州の間で対立が生じた。また、北部による海上封鎖によって、南部経済の主力である綿花の輸出は大打撃を受け、南部経済は混乱していった。北部においても政府の権限は強大化していき、所得税の導入や俯瞰紙幣の発行などで政府の 財政を強化する策が取られた。1864年3月、グラントが北軍総司令官に就任した。南軍の一部隊はこの夏には、合衆国首都ワシントン DC にまで迫ったが、戦争が長期化するにつれて、装備、人口、工業力など総合力に優れた北軍が優勢に立つようになっていた。またグラントはそれまでの将軍とは違い、 海戦で敗北しても引き上げるようなことはせず、そのまま敵地に留まって北バージニア軍と戦い続けた。さらに、西部においてはグラントから西部の指揮権を引き継いだウィリアム・シャーマンが1864年5月にアトランタ方面作戦を開始し、9月には南部残存地域の中心部に位置する要少アトランタを陥落させた。アトランタを海人に返したシャーマンは、続いて、 南部の形戦能力を奪うために大西洋に向かって小土進撃作戦を開始した海への進軍である。すでにこの地域に北軍に対抗できる戦力は残っておらず、北軍はあらゆるものを破壊しながら進軍して12月にはジョージア州海岸のサバンナに達した。さらに、ここでシャーマン軍は北に向きを変え、1865年1月には、 カロライナ方面作戦を開始して、サウスカロライナ州へと進撃。2月17日には、州都コロンビアを破壊し、同月18日には、開港都市チャールストンを降伏させた。3月には、ノースカロライナ州に入り、州中部のゴールズボロにまで達していた。1865年3月には、北軍の最後の攻勢である、アポマトックス方面作戦が開始され、 4月1日のファイブフォークスの戦いで打撃を受けた南軍は4月3日に南部の首都リッチモンドから撤退し、西へと退却した。しかし追いすがる北軍と4月9日にアポマトックス、コートハウスの戦いが起き、リーが降伏して南北戦争は事実上終了した。お互いにあらゆる国力を投入したことから南北戦争は 世界で最初の総力戦の一つとなった。最終的な動員兵力は北軍が156万人、南軍が90万人に達した。両軍合わせて50万人近くの戦死者を出した。これはアメリカがこれ以降、今日まで体験している戦役史上最悪の死者数である。なお、北軍の公式戦死者数は36万4511人であるが、 南軍の公式な戦死者数のデータは存在しない。しかし、陸軍憲兵司令官の報告書には133,821人と、ある。奴隷制が崩壊したことは、南部諸州から安い労働力を失うことを意味した。テキサス州では深刻な不況に陥った。南部諸州は北部による軍事占領下に置かれ、その下で黒人に投票権が与えられた。 しかし1877年以降南部の白人が州内において主導権を取り戻すと激しい揺り戻しが起きた。1890年代以降南部各州では相次いで有色人種に対する隔離政策、ジムクロウ法が立法化され奴隷こそいなくなったものの人種差別、厳密には人種隔離は不手強化された。この人種差別状況が改善されるのは 1950年代の公民権運動を待たなければならなかった。奴隷解放宣言により、南部の州で奴隷の扱いを受けていた黒人は解放された。しかし、南部における黒人に対する差別や偏見はその後も潜在的に残り、KKK などの活動を生み出す土壌となった。南部では、現在も、なお、南北戦争は北部による侵略戦争。 ザオオブ、ノーザンアングレッションであったと主張する者もいる。南北戦争については次のような対立軸が考えられる。このように南北は体制や経済構造において別の国とも言えるほどに違う状況にあった。この対立軸は19世紀におけるイギリスを中心とした世界経済体制形成の過程で起きた一連の政変、戦争一環である。 この戦争の直前には日本へ黒船を派遣しており、欧州から始まった産業革命の波は東西から東アジアに達していた。農業国としてイギリスから独立して100年が経ち、工業経済化を進める北部と原料供給地としての農業経済を継続したい南部が一国としてまとまることが難しくなったために戦争が起きた。南部は独立を求めた。 その理由は奴隷制の維持である。独立しなければ奴隷制廃止の州がどんどん増えて奴隷制が消滅してしまう。文老主義を掲げ欧州による経済支配を忌避した合衆国は強い主権国家を標榜しており南部諸州の離脱は認めがたかった。合衆国としての強い基盤を築くためには独立を求める南部と対立することが避けられない情勢となった。 サムター要塞の戦いをきっかけとして、先鋭化した対立環境は火を吹くこととなった。結果的に北部が勝利し、合衆国は国民国家として発展を続けることになる。終戦後にアラスカを買収し、北アメリカ大陸は世界的にも安定した情勢を保つことになり、移民流入の増大も国力を慎重さた。列強の一つとなった。 合衆国は欧州に対する相対的な国力増大を背景に中南米や東アジアにおいて国際的な活動を展開することとなった。また日本においてはこの戦争で使われた中古小銃類が大量に輸入され某新戦争で兵器として使われている。特にアメリカで発明されたガトリング砲は南北戦争ではあまり使用されず某新戦争で 初めて本格的に使われたと言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。